ちは。こんにちは。はい。さあ、全球団12チームの前半ここまでの振り返り、はい、まあ今日9月3日時点なんですけれども、ここまでの振り返りをずっと見てきてますが、はい、今回は、セリーグの、中日、そうですね、中日、4位ですね。はい、3位。あ、3位とパリーグの、じゃあセリーグ4位です。4位の中日とパリーグの3位の楽天です。はい。はい、まずはじゃあ初日から日、ね、はい、チーム防御率が 3.88、はい、で前半は悪かったんだけどさ、うん、そのピッチャー陣も頑張りだして、はい、後半を迎えるちょっと前ぐらいかな、うん、まあ、8月に入ってからかな、すごく防御率が良くなったんだよね、うん、だから頑張りだしたなというふうに思ってたんだけど、はい、ただ小笠原が防御率が 7.11、はい、1勝3敗、はい、で柳 3.18、うん、防御率ね、非常にいいでしょ、はい、3.18 だけど2勝4敗、福谷、はい、3.64、うん、2勝2敗、うん、で梅津、うん、まあ、ちょっと離脱してるけど 3.74、 2勝3敗、はい、で松葉、はい、3.08、 いいじゃないですか、ね、うん、2勝3敗、うん、やっぱね、貯金ができてないんだよ、みんなそうですね。ということは、うん、防御率がいいのに貯金ができてないっていうことは、いかに打てねえかっていうことでしょ。もう、いや、そこじゃない。だって防御率3点台って言ったら、だいたいこう、3勝してたら3敗とか、4勝してたら2敗とか、このぐらいの数字になってこなきゃいけないんです。だから、いかに打てないか。打線がね。それと、やっぱ、目利きという意味では、抑えに岡田を持ってったよね。で岡田がやっぱり失敗するケースが多くて、うん、で、マルティネスになった、はい、でマルティネスになって、まあ、この配置転換が構想して、はい、まあ、投手陣はやっと落ち着くようになったんだよね、はい、うん、だから非常にもったいない。そうです。でマルティネスなんかさ、防御率が 0.82、うん、まあ、抑えになってからもう9セーブしてる、はい、ね、いいですよね。だから岡田の失敗っていうのがちょっと前半戦ね、はい、苦しい思いをしたかなと。打てないのにせっかく勝ってるゲームをひっくり返されるとか、うん、もったいないですよね。もったいないよね。勝てるゲームは確実にやっぱ投手力がいいところは勝っていかなきゃいけないんだけど、はい、最後にミスってるという、はい、だから誰が据えたんだということだよね。そうですね、うん、だからまあここら辺は岡田にも力はあるんだけど、はい、やっぱまだ精神的に慣れてないということだよね、抑えに、うんうん、でもマルティネスがその代わりをやって、はい、まあ、やっと安定してくるようになった、うん、で野手おチーム打率、うん、打てない、うん、2割3分9厘チーム打率が低いよな。低いで得点が219だ、はい、これまあ最下位なんだよね。でレギュラー陣の打率がやっぱ低すぎる、はい、強打、うん、2割3分9厘、はい、平田、はい、平田は出遅れだけどね、まあ、そうですね、うん、1割7分2厘そこですよね。で阿部、はい、割とねジャイアンツ戦で勝負強さは持ってるんだけど、はい、2割6分2厘、うん、アルモンテ、うん、2割2分4厘福田、うん、まあこれも怪我したけど、うん、2割3分9厘、はい、でビシエド、うん、2割7分3厘ちょっと欲しいな。なあ、はい、で高橋周平と大島だけはやっぱ3割を打ってるんだよね、うん、だからここら辺は評価していいと思うんだけど、はい、でも例えばこれだけ打率が低いと、うん、やっぱ出塁率も低いということだよね。そうですね、普通に考えると、うん、で得点圏打率、はい、3割打ってるね大島、大島選手、はい、ね、得点圏いくつだと思う。いやでも2割5分とかいってるんだ、2割4分とかいってるんですか。1割8分だよ。そんなに低いですか。いやだから得点圏ではほぼ打ってくれてないっていうことなんです。いやだって勝負に強いってあれイメージある。はい、あ、そんな低い。いや本当ですか。1割8分しかないんだよ。あれね、あらあら、だからこの選手が3割打ってても、はい、やっぱ意味がないということ。だからその普通の時に例えばね誰も塁にいない時に打ってて、うん、欲しい時に打ててないっていう、打ててないっていうことだ。わー気づかなかったです。いやそれで名古屋ドームってさ、はい、やっぱり一番広い球場じゃない、うん、そうなってくるとやっぱまあ平田アルモンテとかさ福田、はい、ビシエドとかさ一発のイメージがあるでしょ、はい、でも名古屋ドームでやっぱ打てないじゃない、うん、一発って、うん、そしたらやっぱ足を絡められる選手、
を多く使っていかなきゃいけないということなんだよね、うん、まあ、その中でやっぱ大島っていうのは盗塁技術もあるし、うん、やっぱ使いたい選手なんだよ、はい、で京田っていうのも2割3分9厘しか打ってないけど、うん、足が使える選手だからやっぱ使いたいんだよ、はい、でもやっぱり率が上がってこないとさ、うん、やっぱ塁にも出れないでしょ、はい、で大島、うん、ね、例えば京田が走ったってチャンスに弱かったらさ、うん、これはやっぱ得点になっていかないんだよね。で、うん、やっぱ今後のね見通しとすれば、うん、打率とか、はい、もうみんな悪いわけだから、はい、打率とか、うん、もうそんなの度外視して、はい、得点圏だけいい選手を使う。お、得点圏打率の高い選手だけを、例えば誰を見つけたよ。誰ですか？イリオ。おお、イリオ選手。打率が2割2分9厘なんだけど、はい、得点圏が3割3分3厘。わ、はい、いいじゃないですか。いいでしょう、はい、で出塁率が3割4分5厘。わ、すごい。で、四球の数、うん、フォアボールで出る。はい、もう あんまり出てないんだけど、うん、安倍、セカンドの安倍、はい、マッサー、はい、あれと同じ17個取ってるんだよ。だから選球眼もよく、はい、やっぱ得点圏にも強いということから考えると、はい、やっぱ医療みたいな選手をやっぱ使っていかないと、うん、こうイメージとかレギュラーとかじゃなくて、はい、じゃあ中日のレギュラーの条件は何なんだって言った時に、はい、やっぱ得点圏に強い選手を使うということが最優先じゃないとダメだということだ。そうですね。何がうまいとか何ができるとかじゃなくて、うん、やっぱ得点圏で打たないと、うん、やっぱ得点が219しかないんだよ。最下位低いですもんね。ジャイアンツなんか280とかあるからね。話にならなくなる。話にならなくなるってことですもんね、うん、で名古屋ドームではホームランも少ない、はい、そしたらやっぱヒットで得点圏でヒット打ってくれるような選手を、うん、使わなきゃいけないということから考えると、ずっと調べたらやっぱり医療がやっぱそれが適任かなと思うんだよ、うん、だから医療っていう選手はまだそのか細いキャリアしかないかもわからないけども、うん、こういう選手をやっぱ鍛え上げていくと、はい、やっぱ面白いチームになっていくということだよ、うん、高橋周平もいいんだよ、はい、だからこういう並べて使うとかさ。そうですね、うんうん、そこに回ってきたら必ず点が入るみたいなさ、はい、そんな感じにしておくと、はい、やっぱ得点力も上がっていくのかなっていうふうに思うけどね、俺は。219はちょっと寂しいですね。寂しいんだよ、はいはい、じゃあ続いてパ・リーグいきましょう。3位の楽天です、はい、楽天ね、はい、まあ、楽天といえばさ、涌井がなんかピッチャーの中では一人頑張ってんなっていう、すごいですよ、ね、だって則本も勝てない、松井は先発転向しても勝てない、はい、ね、森原抑えは失敗する。涌井投手来てよかったですね。そうでしょ、はい、で岸は離脱するみたいなさ、そうなってくるとさ、はい、誰が投げたんだっていうような感じだけど、はい、やっぱ涌井が支えたよね。そうですね、途中からやっぱ福井っていうのを先発で使ってるんだけど、はい、福井がやっぱ勝ち星に恵まれないんだよね。うん、だけどその中でやっぱ左の湯気塩見、うん、まあ、これがゲームを作りながらっていうことなんだけど、数字を見ると湯気が3勝2敗、うん、塩見が 3勝5敗、うん、で湯気に防御率 5.01、 塩見が 4.53、 後半はこの左の先発ピッチャーを加えた松井、はい、この左3枚が俺はポイントを握ると思うね、後半戦、はい、うん、これなぜかというとやっぱソフトバンクを追っかけなきゃいけない。その中で柳田、中村、これが左バッターなんだ、はい、この左2枚を抑えることによってソフトバンクの得点源というのもものすごく下がるから、はい、この3枚、湯気、塩見、松井裕樹、はい、これがポイントを握ると思う、うんうんうん、で、三木監督が、はい、シャギワをよく使うんだよね、はい、長継ぎで、うん、29試合投げてるんだけど防御率が 6.29 なんだ。ちょっと0勝3敗、俺なんで使うのかなと思うぐらい、なんか契約上あんのかなと思うぐらい使うんだよ、はい、いらないんじゃないかと思う見ていてそういうふうな印象ってことなんですね。なんか打たれるとこしか見てないもんだ確かに防御率とかももう悪いでしょ、はい、だからここら辺はやっぱ後半やっぱこう整備していかないとさ、うん、なかなか難しいと思う。そうですね、厳しくなってきますよね、うん、クライマックスシリーズに、はい、で野手、はいチーム打率2割6分8厘、これリーグ1、うん、ね、得点329、うん、リーグ1、うん、で失点が285、うん、この差が44点ある、はい、だからすごくバランス的にはいいし、上に行かなきゃいけない、うん、
もっとね。で、盗塁が42、はい、本塁打が65、はい、65本っていうのは2リーグ2、はい、で、その中で浅村、はい、だからまあホームラン、打点とも中田に次いで2位とかね、で、まあ2割8分6厘、はい、で、鈴木大地よく頑張ったよね、頑張ってるよね、3割4分3厘、はい、茂木3割2分3厘、うん、ロメロ299、はい、2割9分90、いや、もうね、打てる選手は揃ってるよ、はい、ただ、うん、やっぱ打順の配置で流れが変わるということ、はい、で、小深田っていうのを一番にしたいんだよ、監督したら、うんうん、あの足は速いし、はい、ね、まあ、ショートをやってるんだけど、うん、で、ルーキーで、まあ、新人王という目標もあるんだろうけど、うん、でも、せっかく打てるバッターがクリーンアップにいて、うん、打率が2割5分4厘、出塁率が3割2分3厘、はい、これだと出塁率、ね、一番で一番大事なのが出塁率なんだけどさ、はい、3割2分3厘、これがやっぱ低すぎる。最低でもどのぐらいのラインが欲しい？一番はね、やっぱ3割8分から4割超えてほしいんだよ、はい、でもこれじゃやっぱり低すぎるのと、得点圏打率が1割9分6厘しかない、低いですね。で、野球ってさ、下位打線からチャンスを、回してきて上位に戻ってきたら大量点っていうのを考えなきゃいけないんだけど、やっぱ得点圏が1割9分6厘ではやっぱ大量点っていうことを下位打線から回ってきた時に考えられなくなるんだよ。ここで切れちゃうんだよ。ということは昨日のゲームで1番茂木にして小深田を9番に下げた、はい、その前は小深田を1番にして茂木を3番に入れてたんだけど、やっぱ茂木っていうのはさ、やっぱチームに勢いを持たせられるだけのやっぱスイングとやっぱ率を残せる、はい、まあ、そうなってくるとやっぱ小深田って肩は1番なんだけど、うん、まだ早すぎる。だから9番でじっくりやらせてほしい。そこを変えた方がいいってことですね、うん、打順を、うん、もうそれで固定した方がいいってこと、はい、いや小深田って魅力あるよ、やっぱ足は速いしさ、走塁うまいし、うん、ね、ルーキーね、これがやっぱ楽天の顔と一番の顔となってくれたらいいっていう、これは気持ちは分かるんだけどさ、うん、今年やっぱ優勝狙いたいわけでしょ、はい、最低2位に入りたいわけでしょ、うん、そしたらそこら辺のね迷いは捨てた方がいい。もうここは今シーズンはもう9で固定して、9で固定していい、まあ、ゆくゆくはその1番の顔、いや、もちろんもちろんそれだけのセンスがあるから、はい、ゆくゆくはいいんだけど、うん、あとはねちょっと監督がね、はい、例えばこの前の試合でもセーフティースクイーズを2回やったんだよ、はい、1回やって失敗、うん、次のバッターにやって失敗、はい、日本ハム戦でね、うん、やったんだけど、これだけ打てる選手がいてやっぱあんまり細かいこと考えない方がいい。あ、逆に、うん、小さくなりすぎる野球が。あ、その巨人とはまた別っていうことなんですね、うんうん、やっぱねパリーグの野球って、はい、やっぱそういうねことではない。なるほど、で2回も失敗してる、はい、でまだ早い回だったかな、それもね、だからもっと選手を信頼して打たしていった方が俺はいいと思う。監督ってさ、おそらくね戦略で勝ちたい時ってあるんだよね、うん、で負けてるとさ、はい、動けなくなる、うん、でも動かなきゃって思う時があると思うんだけど、はい、堂々と構えといた方が俺はいいと思う、うん、それやっぱり三木監督がセ・リーグ出身っていうのもあるんですよね。それもあるよね。それとやっぱタイプ的に内野手出身だからやっぱ細かいことをやりたがるっていう性格かもわからないよね、はい、でもここは、うん、もっと大胆にっていう、もうドンと構えておけばいい、うん、選手信頼して、うんうん、まあ、その方が相手も嫌だと思う。あ、その楽天というチームを見た時にですね、うんうん、え、こんなせこいことやってくんのみたいな、うん、まあ、せこくはないけどもな、あ、細かいなっていう、うん、だってまだ細かいことができるほど楽天の選手は育ってない。まだそこまでだ育ってない、うん、育ってる選手もいるよ、はい、だからアンバランスだから、うん、まだバランスがね、うん、みんながキャリアが深いわけじゃないし、はい、浅い選手もいれば、うん、若い選手もいるわけだから、うん、だからそこら辺はキャリアを考えて、はい、もっと大胆に、うん、なんかもうお前らもういい勉強してこいみたいな、そういう感じの方が俺はなんか楽天はドーンとまた勢いがつくと思う。なんか一本突き抜けていきそうですよね。そうそうそう、だから頑張ってほしいですよね、はい、だから打順の組み方をよく考えた方がいい、うん、そしたら流れてすごく切れ目のない打線になる、はい、小深田俺一番やめといた方がいい。
9番とかか、この数字を見る限りね、うん、適性は持ってるけど、はい、今の現時点ではやめといた方がいい、はい、というわけで今回はセ・リーグ、4位の中日とパ・リーグ3位の楽天を見ていきました。